てごらん。仕掛けはダイソージグサビキタメタルジグ 20g をつけています。私はサーフでのラップアクションは疲れるのでほぼしません。まだ巻きのみとなります。冷蔵のロックについても重たいものは疲れるので、テールロールのボート用のシーバスロットで長さは190センチくらいで巻きに挟むこともできない、すごく短い竿を使ってます。リールも3000番での網が 0.8 となります。本当に軽さ重視でいつもサーフに繰り出しています。暴れて、蓋が開いたので、閉じに行ってます。
ございました。あの空を見上げてごらん、夜の闇を押し上げて、太陽とまた微笑みくれる。前だけ見てても疲れるね、たまには立ち止まっていいんだよ。胸いっぱい空気吸ったら、まだ足を踏み出そうよ。僕らの夢空を越えて、果てなく広がってゆくよ。涙の跡も胸の釣れました。あの空を見上げてごらん、夜の闇を押し上げて、太陽とまた微笑みくれる。前だけ見てても疲れるね、たまには立ち止まっていいんだよ。胸いっぱい空気吸ったら、まだ足を踏み出そうよ。僕らの釣れました。見上げてごらん、夜の闇を押し上げて、太陽とまた微笑みくれる。前だけ見てても疲れるね、たまには立ち止まっていいんだよ。胸いっぱい40cm のワカナが釣れました。もうすぐでハマチサイズとなります。40cm のワカナが釣れました。ご視聴ありがとうございました。